さあ、こんにちは。はい、はい、ゆたかさん、はい、はい、今日も三連戦を振り返りの時間です。そうだね、はい、はい、なんか、まあ、ちょっと、ね、あの頃の気持ちを思い出してって、ね、なんでしょうか、なんかちょっと意味深な、まあいろいろ連敗中だとかね、勝てないチーム、うん、ちょっとなんかモヤ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 してるのかなっていう、うん、まあ、野球をやった頃、強かった頃、まあ、どうやってたかということをね、うん、ちょっと思い出してほしいなというね。なるほど、まあ、そういうチームをちらほらいるという。なるほど、はい、はい、ね、まあ、だから純粋に何事もした方がいいよっていうようなね、うん、まあ、素直さとか ね、 なるほどね、まあ、そういうのを持ってやった方がいい。あんまり考えすぎるとさ、うん、やっぱこう悪い時っていうのは反対方向に出ていったりとかするからね、うん、だからまあね、いい方には向かわないかな、うんうん、何もねない、こううまくいってる時っていうのはいらないこと考えないっていうことですよね。そう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 、きっとね、だからまあ純粋になんか勝負っていうか、うん、まあ頭の中も快晴だからね、そういう時ってなかなかこう霧がかかったような感じで戦ってるとあまりいいことはないかなっていうふうには思うよね。なるほど、まあ、はい、ね、まあいろいろとね、うん、不安なこととか問題があると考えがちだけれども、 そこを一周した後純粋に、そうそうそう、こういうことですか。そうだね、はい、ということで、で、看板やちいちゃんと今日もね、はい、はい、よろしくお願いします。まあここら辺もちょっと変わってるところがあります。分かる人はぜひ。この尻尾とか音符とかね、うん、言った人は、まあ、すごい、よく見てくれてる。はい。ということで。はい、まず結果からですね。はい、セ・リーグ。セ・リーグはこのようになりました。こちらは全部3試合ずつありまして、はい、はい、阪神3連勝、はい、ジャイアンツが2勝1敗、はい、で、中日が2勝1敗の勝ち越しということでした。ね、はい。はい、ということで、まずヤクルトと阪神、うん、阪神強いな、ね、まずヤクルトの先発ピッチャー、はい、石川、吉村、サイスニード、うん、阪神の方は村上、西勇輝、伊藤ということでね、はい、まあ始まるわけだな。第1戦、うん、村上6回104安打、4勝目ということで、うん、やっぱり精度がいいのと度胸がいいのと、うん、やっぱいいね、ボールが。うーん、まあ、ここのとこね、ちょっとデビュー当時よりはちょっと疲れがきてて、うん、まあ、なかなかこう打たれることもあるんだけども、はい、まあ、だけどやっぱり試合はちゃんとまとめてくれるね、うん、で、1点差に迫られた時にノイジーがスリーラン、はい、ね、これは2つのフォアボールの後のスリーランなの、うん、で、ヤクルトはね、6四球、うん、ということでやっぱり無駄にランナーを与えるというね。なるほど、まあ、それが一本のホームランがまあスリーランになるとかね、まあ、そういうことになる、うん、まあ、エスピナルの三四球が痛かったという試合だったね、これね。うん、だから、まあ、無駄なことをやらないのがやっぱこう阪神の方がやらないよね、うん、まあ、きっちり、まあ、村上が投げ切るという全体でもね、四死球は2個しかないので。そうだね、うん、はい、はい、まあ、まあ、阪神の投手陣はいいぞという、はい、ね、で、2試合目、うん、5対6、はい、まあ、阪神が勝つという、うん、で 2対2で迎えた6回、うん、まあ、ヤクルトのエラーで、まあ、2点を勝ち越すんだよね、阪神はね、はい、でも7回に逆転を許すんだ、うん、で、しかし9回田口が2アウトからノイジーに打たれたのが、まあ、ライト並木が取れそうだったんだけどライトに入るんだよね。ライトっていうのは電気の方のね、照明にね、照明に入って、うん、それが三塁打なんだよ、うん、ね、で続く大山、はい、フルカウントから冷静だね、うん、普通4番だったら打ちに行くかなと思うのが、うん、やっぱ里照も当たってるし、うん、頼りになるから、いや、しっかりボール球を見極めて、うん、フォアボールで2アウト1、3塁ね、なんかそれもね、ツーアウトでもう三振になったら終わりだよ、試合がっていうところでもしっかり見逃してね、すごいなと思いましたね。でフォアボールを取って、うん、ツーアウト1、3塁から、まあ、サトテルが、まあ、インサイドのそんなに簡単じゃないけども、まあ、田口からライト線ツーベース、ね、で逆転という、はい、で、まあ、大山の走塁もすごかったと思うんだよね。いや、すごい走ってました、うん、普通ね、ライト線とかレフト線で、うん、ツーベースの打球で普通一塁ランナーが帰ってくるったらよっぽどなんだけども、うん、まあ、大山もいいスタート切ってたしね、もう
佐藤選手の打球ってすごい速かったから、はい、コロコロいったわけじゃないからね。そうですそうです、うん、だから、うん、まあ、そこら辺がなんかこう勝利に対しての執念というかね、うん、まあ田口も、まあ、気の毒は気の毒だよね、うん、まあ、正面に入るなんてピッチャー思ってないからさ。そうですよね、うん、だけど守って本当に正面に入った時って全くボール見えなくなるから、それと危険を感じるからね、怖いですよね、うん、だけど並木は最後まで取りに行ってたと思うんだよ。そうですね、だから、まあ、攻められないけどもさ、うん、ただあの外野手出身の人に聞くと、うん、ボールに入っていく角度であの正面を避けられる時があるっていうんだよね。それはもう守っていた位置とかっていうことで、うん、もう運命に任すしかないという時はありますか。ま、もうある、ある、うんうん、で、この前もね、ジャイアンツ戦の時梶谷が正面入って後ろにやってんだよ、はいはい、だから本当に同じ場所、あそこには入るんだよね、うん、あ、だからまあ不運だったとはいえ、まあ里照がよく打ったよね、はい、で、3試合目、うん、点の取られ方がね、これ何対何だったっけ、今日は3試合目は、結局4対7で阪神ですね。そうだね、そうそうそう、これは延長戦まで行きまして、10回に延長がついてきましたが、でね、今日の阪神っていうのは点の取られ方が悪かったんだよね、うん、で、四球を与えたりだとか、うん、内野ゴロの間に1点を与えたりだとか、うん、で、ボークで1点を与えたりだとかね、はい、して、あ、非常に、まあ、阪神の流れが悪いなって思ったんだけども、うん、だけどそれを救うのがやっぱ大山のホームラン、うん、はい、ニエセスのホームラン、うん、まあ、近本のホームランとかね、うん、そういうので、まあ、同点とかにはなっていくんだけども、はい、まあ、延長10回、うん、ツーアウト、うん、近本がヒット打つんだよね、はい、で、近本といえば盗塁、うん、で、盗塁を決めるわけよ、はい、そしたら当たってる中野を申告敬遠するんだよね、はい、ヤクルトベンチは、うん、で、その後ノイジーがライト前でつないで満塁、うん、はい、また大山だよ、うん、大山がまあやっぱ冷静に四球を選ぶという ね、 ね、またね、で、押し出しで勝ち越しをする、はい、で、佐藤輝明が、左中間に走者一掃のツーベースで、うん、まあ、勝負を決めるというんだけどもさ、はい、なんか前の試合でも見たような流れですね。でもやっぱ強いわ、うん、こういうツーアウトから、まあ、一気に4点取るんだから、うん、 それもね、やっぱりそれぞれの武器があるよね、はい、まあ、近本だったら単打で出て盗塁を決めれるとか、うん、まあ、そういうなんていうの強みを持ってるかなという、で、この強みをすごく出してきてるよね。だから非常に強い勝ち方ができるなっていうね。う、今日でも流れ的にはヤクルトかなっていうふうには思ってたんだけど、ね、先制もされましたからね、そうそうそう、阪神にとってはね、そうそう、うん、まあ、だけど、まあ、ピッチャーも耐えきれなかったということもあるにしても、やっぱこの2アウトから4点取る強さっていうのはまあ、本物かなと思うよね、うん、で、ヤクルトの方は、はい、川端を2試合連続っていうか代打に出すんだけどさ、うん、一塁ベースが空いてんだよね、うん、で、左対左でも岡田さんは徹底してるね、うん、川端を申告敬遠って、なるほど、で、川端とは誰も勝負してないわけ、うん、だからもう歩かせられるんだったらもう歩かすという、左対左でも代打で出てきて歩かされるというのはまあ、ただその左対左で、うん、行った時には歩かされないんじゃないかっていう思いはあるんだけど、それは策としては代打、うん、送った側としては歩かされるとうーんってなるんですか、やっぱりその本人が、本人というかそのチームとしても、いや、やっぱ勝負はしてほしいよね。そうですよね、だから左対左だから、うん、おそらく高津監督は一塁ベースが空いてて、うん、申告敬遠はないだろうなと思って川端を出してるわけね、うん、だけど岡田監督はやっぱ徹底してる、うん、こういうところはね、やっぱ勝負師だなと思うよ、うん、広島戦でも松山を出さないために左の系統をずっとしたから、うん、なるほど、うん、だからここら辺はね、岡田監督っていうのは徹底してるなと思ってね、もうそういうポイントはぶれないんですね、ポイントはぶれない、うん、だからベンチにいるこの選手がいたら、うん、
絶対勝負はしないとか、うん、もう決め込んでやってるから、うん、だからそれは向こうの切り札だからね。なるほど。言えば、うん、それは避けるという、うんうん、で流れが悪いヤクルト、うん、まあ、10回にね村上がソロホームラン、はい、まあ、打ってくれて、まあ、ヤクルトファンは7連敗はしたんだけど、うん、まあ、最後ね阪神戦で 村上のホームランがね、うん、まあ、見れてよかったかなとは思うけど、はい、まあ、だけどやっぱり勝ってあげないとねファンのためにね。ねえ、うん、だけど阪神は強い。ねえ、流れそんなね今試合はヤクルトも不利な流れではなかったかな。そうそうそう、というところで勝ちきれないのがちょっと、うん、そうだね、大変ですかね。だから2試合目なんかは、うん、やっぱライトに入ったのがね流れを変えてしまったとかね、うん、まあ、そういうこともあるし、でもああいう時にやっぱ気落ちした、うん、まあ、選手とか、うん、まあ、田口の表情があったけど、うん、っていうような、なりましたね、うん、よしよしとはなれないんだよね、うん、やっぱそれからやっぱこう緊張度がもっと高まるというかさ、うん、だからまあちょっとヤクルトはちょっと流れが悪いな。かえってこう勝ちたいっていう気持ちが裏目に出てしまうというようなところでしょうか。そうだ、うん、そうだね、うん、はい、はい、次、巨人対 DeNA、うん、ね、赤星、戸郷、山崎より、はい、で DeNA は平、石田、東、うん、まあ、1試合目、3対6で DeNA、はい、ね、平が勝つという、うん、で宮崎は連続出塁、はい、34試合で止まるけども、うん、やっぱこの試合でもしっかりね、2打点上げてんだよね、はい、うん、まあ、犠牲フライとか内野ゴロを打って打点は稼いでるという、はい、ね、まあ、その中で、まあ、DeNA は6点を取ってるというね、うん、まあ、関根がやっぱ好調だね、うん、で関根が2点タイムリースリーベースとか、うん、牧が、9号ホームランとか、はい、まあ、リーグトップだけどもね、うん、で平が移籍後東京ドームで8勝利、はい、ね、まあ、巨人から移籍してきたわけだけどさ、うん、やっぱ本拠地の東京ドーム本拠地にしてたね、うん、まあ、そこでやっぱ勝てるっていうのはやっぱ格別だったと思うね。なるほど。で平も丁寧だわね、このピッチングは、うん、あーボールの力もあるしコントロールはいいし、うん、すごく安定してたね、うん、ただ巨人の方は、うん、平内とか菊池がね、うん、平内は3回を0点で菊池は3回を1点というふうに抑えていくんだよね、はい、だからこの活躍を見るとさ、うん、ジャイアンツの後ろの方もだん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 ね安定してきているかなという人材が豊富になってきてくるかなっていうね、うん、で中川鈴木なんかもいるし、うん、ね、非常にこの試合では、まあ、負けてる試合だったけどもなんか成果は得られたゲームだったかなという。この試合みたいに3回ずつを3人で投げるっていうことっていうのはそんなにあるケースではないですけど、うん、まあこれもこういう形も一つありな、まあ、ありだよ ね、 ですかね、うん、まあ、一回りをちゃんと投げる、うん、投げ切るというね、うんうんうん、はい、でこの試合岡本と秋広がホームラン、はい、まあ、追い上げるけども、うん、まあ遅かったということだね、うん、はい、はい、で2試合目、はい、1対0、うん、戸郷が完封リーグトップの5勝目というね、うん、まあ、9回を127球5安打、うん、無四球ということで、はい、これやっぱフォアボールを出さなかったというのがね、うん、まあ、非常に大きいよ ね、 ね、まあ、それで岡本の3試合連続のホームランの1点だけを守るというね、うん、うん、ね、本当にその2回のホームラン1点が決勝点になるという、うん、そうだね、はい、でね石田もねこの1点で負けるなんて思ってなかったと思う、うん、そうですね、やっぱ我が軍の打線は絶対と点を取ってくれるというね、うん、ことを信じながら投げたんだけども、まあ、なかなか、援護点に恵まれなかったという ね、 ね、この日は5安打ということで、ね、そうそう、まあ、中軸をきっちり抑えていったよね、うん、だけどこの 1-0 というのは今の DeNA の打線、うん、まあ、ちょっと落ち気味なんだけどもさ、うん、それでも好調はキープしてる方だと思うよ、うん、だからそれをやっぱり1対0で抑えるっていうのはね、まあ、さすが戸郷、うん、ね、非常に集中してたし、うん、変な力みがなかったというかね、やっぱコースをきっちり投げようとする、まあ、姿もあったし、うん、まあ、素晴らしい完封劇だったよね、うん、はい、こう今シーズンはね WBC も経験し、あ、そうだね、いろいろと新しい戸郷投手が見られてますかね、うん、やっぱり勉強もしてるんだろうねその中でね、うんうん、ただ DeNA の方はチャンスがありながら、
まあ、チャンスをものにできなかったというね、なかなかちょっと試合の流れ、点の取り方が少し雑かなっていうような、うん、まあ、取れなかったけどもね、はい、まあ、そんな感じで大味な野球になっちゃってね、はい、はい、で最後、うん、5対4巨人、はい、またこれも1点差ですが、ね、まあ関根の先制ホームランで、うん、まあ、試合が始まるんだけど動くんだけども、はい、まあ、秋広が坂本を2塁に置いて、うん、タイムリーヒットを打つという、うんうん、今日4番、あ、3番に入るんだよね。はい、で10代のクリーンアップっていうのは、うん、松井秀喜以来、あ、10代っていうのは年齢がですね、あ、そう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 、はい、まだ誕生日迎えてないから、はい、10代なのかも分かんないけども、9月17日、はい、で20歳か、今20歳ですか、あ、今20歳か、はい、あ、20歳で入るのが初めてか、あの松井秀喜以来か、なるほど、うん、10代ではないんですね、もう今20歳になってるので、そうだね、はいはい、うん、だけど自分で勝ち取ってるからね、この3番というポジションをね、え、うん、気がつけば3番ですよ。でこれね、試合の展開からすると、うん、4回 DeNA がノーアウト1・3塁から、まあ、強打がショートフライ、はい、でその後満塁になってワンアウト、うん、東がダブルプレー、うん、でまあその前日からなんだけどもさ、はい、やっぱチャンスがありながら点が取れないとやっぱ流れが変わるよね。そうですね、うん、で5回に大城のツーランホームランで同点、はい、で6回ブリンソンを皮切りに、まあ、吉川坂本のタイムリーで勝負が決まるんだけどもさ、はい、まあ、ブリンソンは DeNA のユニフォーム着たら大活躍するんだね。 DeNA のユニフォーム、DeNA を見ると、あ、対戦相手が、対戦相手がなんででしょうね。いや、なんかホッとするものがあるのかもわからない。今日も3本打ってるでしょ。だからブリンソン対策をちょっと DeNA は練らないと、うん、なんかブリンソンが一人入ってるだけでなんか嫌な感じがすると思うよ、 DeNA は。そういう雰囲気にもなってきますよね、こんな活躍をされてしまうとね、うん、だから最初に大活躍したのが横浜での DeNA 戦だもんね、ブリンソンがね、うん、いや、だからやっぱ相性がいいんだね、うん、はい、で巨人は7人のリレーで勝つ、はい、で山崎より大江、田中千春、うん、これ勝ち投手だけどもね、はい、プロ入り初勝利、はい、ね、おめでとう、おめでとうございます、はい、その後高梨、中川、鈴木、大勢、うん、7人のリレーで逃げ切るという、はい、うん、まあ問題の8回、うん、まあ、1点返されたんだけどもさ、はい、1点で差で大勢に渡せたというね、うん、ね、まあ徐々にやっぱこう後ろも整備されてきたかなという、うん、ただこの試合で7人使えたっていうのは昨日のその戸郷、はい、エース戸郷の完封が大きいよね。そうですね、休ませてあげることができたというのがね、うん、でこの試合で中田がファーストに戻ってる、はい、レフト、うん、岡本、うん、ね、岡本アウトカウント間違えてぼーっとしてたというね。まあそういうシーンもあるんだけど、はい、やっぱね、内野から外野に行くとちょっと気が抜けるんだよね。なんかこう緊張感がとなんか薄れるわけじゃないんでしょうけど、うん、多分でもね、内野とは全然違う。多分一旦なんか後ろの方に行くっていうような感覚ですか。そうそうそう、あのね、距離感が違うから。そうですよね、うん、やっぱ緊張感というかね、まあそういうものがちょっと変わってきてる、うんうん、でも中田を使う以上、また門脇をサードに置く以上、やっぱレフトというのが岡本のポジションになってくる可能性があるから、うん、やっぱそこら辺はちょっとあの今日初めてだったからね、うん、あれだったけども、まあ、しっかりしないと今後困るよという。どうなんでしょうか、岡本選手が外野っていうのは。まあそうだな、まあできないことはないけど、はい、チーム事情を考えると、うん、やっぱこう看板選手がマルチに活躍してくれるっていうのはさ、うんうん、まあありがたいことだし頼もしいことだよね、うん、じゃあこれからはじゃあそっちの、ね、外野の守備の方も岡本選手はしっかりやっていかないとっていうところですか ね、 ね、はい、はい、はい、最後広島対中日ね、はい、広島、大瀬良、栗、コルニエル、はい、中日は福谷、涌井、うん、柳、はい、ね、はい、まあ1戦目ね、3対1、はい、中日が勝つ、うん、中日が7連敗を止めるというね、はい、まあ、7回に細川の2点タイムリーで勝ち越す、
ね、福谷が6回4安打1失点と、まあ、好投するんだよね、うん、まあ先制を許したんだけどさ、この試合でもいやよく踏ん張ったよね、うんうん、で打ってくれるまで我慢をしたというね。まあ後の投手がさ、中日はいいんだよね、うん、だから7連敗っていうのはいかに先に点を取られてるかということなんだよね、うん、だからまあ展開的にはやっぱ先制して、はい、まあ、逃げ切るというね、うん、まあ、形を作るといいよね。はい、ただこのね、この試合も先制は広島がしたんですけど、そうそうここはちょっとなんとか点が取れてっていうことですかね。そうそう、この日で9試合ぐらい全部先制されてるからね、うんうんうん、中日はね、うん、まあ広島の方は林のバカでかいホームランで、まあ、先制をしたんだけど、はい、まあ、好機をまあ生かせなかったというかね、うん、もうこの1点だけになってしまう、ね、まあ、でも林魅力あるね、あのバッティングは、うん、あ、もうめちゃくちゃ飛んでたからボール、うん、まあその1点だけに終わってしまったという、まあ、大瀬良がなかなか勝てないね、うん、はい、で2戦目、うん、6対2広島、まあ、栗と涌井の投げ合いなんだけど、はい、まあ、初回西川、坂倉の両方ともツーランホームランで、まあ一挙5点、ね、もう1点取られて一挙5点を涌井が取られるという、うん、でファーストストライクをどんどんね打ってこられるんだよね、うん、まあそれぐらい甘かったんだけどボールはね。で3回を投げて6失点、まあこれ誤算だよね、うん、でその中に、まあ、エラーも絡んでた、まあ、失点もあるんだよ、うん、だから非常に投打とも良くなかったなというね、うん、まあ、その中で、はい、まあ、涌井の気持ちを代弁すると、はい、やっぱり打てない、うん、だから点をやったらいけない、うん、先に失点したくない、うん、そういう強い気持ちが逆に裏目に出たかなという感じがするよね、うん、うん、まあ、中日は先制をされるとやっぱりこう弱さが出てくるし、まあ、こういう試合をやってたんじゃちょっとダメかなというね、うん、で栗が3勝目、はい、これはいずれも中日から勝ったという。なるほど、あ、お得意さんにしてるということだよね、うんうん、で3戦目、はい、でコルニエル、柳、うんうん、勝たしてやりたかった柳ね、ね、まあ、別に広島側にねどうのこうのってはないけども、うん、柳ね、うん、まあ、8戦目の挑戦だよ。8戦目にしてやっと勝ったという8対2、うん、ね、ね、はい、やっと一勝そう上げることができましたね。そうだね、はい、でね5回にね木下が先制ホームラン打つんだよ、はい、それをまあ木下はねやっぱり柳をずっと受けてきてるから、うん、まあ、勝たしてやりたいっていうのが強かったんだろうね、うん、でまあキャッチャーもやりながらねホームラン先制を打つ、うん、これをこの回一挙にその後ねまあ5点を取るんだけどもさ、はい、ただ追い上げられた時に、うん、ビシエドがやっとスリーラン、うん、ね、やっと1号だからビシエドが、うん、ただその広島がエラー、はい、2つの後のビシエドのホームラン、うんうん、まあ、林を1戦目に褒めたけど、まあ、ちょっとエラーをしてね、うんうん、ランナーを出した後にビシエドに打たれるという、はい、まあ、ちょっと取られ方が悪かったかな。そうですね、ただこの試合柳が勝った、うん、ね、ビシエドが打った、うん、少しずつ流れが変わってくるのかなっていう風な感じを受けるよ。こう上がっていくきっかけのような。そう、はい、柳はずっと勝てなかった、うん、8試合目の挑戦で初めて今シーズン1勝を挙げたという、はい、でビシエドもずっとタイムリーヒットもなくて、うん、昨日やっと内野ゴロの間に1打点を挙げたんだよね、やっと今シーズン1打点、うん、はい、でも今日は得点圏において、うん、ホームランを打てたという、うん、まあ、1号ホームランだけどもね。だからこれで少しずつ流れが変わってくるといいなっていうような、うん、まあ、そういう試合だったね今日はね。なるほど、やっぱりビシエドは我慢して使った方がいいと思うよ、うん、堂々巡りしないで、うん、やっぱり実績キャリア日本のね、うん、においてのキャリアもビシエドが一番だし、うんうん、やっぱりビシエドは結果残してきてるし、うん、まあ、それを信じるしかないよね、うんうん、だから頑張ってほしいなと思って ね点を取らなきゃいけないというところではやっぱり必要な選手でしょうかね、うん、そうだね、うん、で広島はこの負け越したことにより、
まあ、借金生活になったという、はい、ね、ちょっと頑張ってほしいなと思うよね、うん、広島ね、はい、はい、でシンプルイズベスト、うん、ね、と書きましたけども、はい、やっぱねヤクルトなんかはね、いや、ま、負けてるから、うん、まあ、いろいろこう打つ手打つ手が後手なんだよね。でやっぱ川端を使いたい、ね、ランナーいるところでいいところで使いたい、その気持ちは上がるんだけど、うん、岡田監督はどういう監督かっていうことを考えるとさ、徹底的に避けられたでしょ川端を、うんうんうん、バットを振らせてもらえないんだから、うんうん、そしたら勝負にならない、うん、まあ、そうなってくると先頭バッターでもいいんだよね、うん、塁に絶対この回先頭打者を出したい、その時に代打誰を出すか、川端でもいいと思うんだよ、うん、負けてる時って、うん、やっぱりそういうなんていうのかな、シンプルでいいと思うんだけども、うん、先頭打者が出たい、一番いいバッターを持っていって絶対出てもらうとかね、うんうん、まあ、そういう考え方でもいいと思うんだよ、うん、でベイスターズはやっぱこう野球の性質から言うと取れる時に点を取らないとやっぱ流れが変わってしまうというね、うんうんうん、まあ、そういうことを味わったと思うし、うん、ね、まあ、中日はやっと今日先制したんだけど10試合ぶりの先制点を取れたって、うん、ね、やっぱ中日の性質からするとピッチャー陣がいいだけに先制をして中押しして逃げ切るっていうようなね、まあ、そういうことをやってほしいなと思うね。うん、で広島の方はちょっとミスが目立つ、うんうん、だから、まあ、そこら辺をしっかりねもう一回こう地に足をつけて、うん、まあ、力があるだけにね、うん、頑張ってほしいなと思うね。もうこうね、良くない時こそシンプルにということですか。そうだね、うん、はい、まあ、そういう風な3連戦でした。はい、パ・リーグ、はい、はい、こちらは、はい、ちょっと試合数が、ね、少なかったんですけれども、はい、3試合あったのは日本ハムとソフトバンクだけですね、はい、でそこはソフトバンクが2勝1敗ということ で、はい、でオリックスと楽天は2試合でオリックスの2連勝、はい、でロッテと西武はこちらは雨で1試合流れて結局1試合しかなかったんですね。で勝ったのはロッテということで、ね、1勝ですね。はい、はいはい、それではまずは日本ハム対ソフトバンク、はい、ね、メネズ、上沢、うん、加藤、はい、でソフトバンクは大関、和田、ガンケルと、はい、ね、試合目、うん、メネズが3回5四球ともう乱調だったんだよね、うん、でエラー絡みで2失点、うん、まあ、3回でもう下ろすんだけど我慢できなくて、うん、新庄監督が、うん、まあ、当然下ろすだろうなと思ったよね、うん、この日はね、豊さん現地で見てますか。そう、うん、で大関が大関も5回3四球、2失点、うん、あんまり調子が良くなかったんだよ、はい、まあ、それまでさ、完封完投とかさ、ね、してきてて大関投手ね、まあ、若干疲れてたかなという気もするんだけど、うん、まあ、6回投げ終わった後に6回だったかな、もう変わるっていう、同点で変わるって言った時に、うん、柳田がソロホームランで勝ち越してくれたんだよ、はい、それで勝ち投手の権利を得るわけだけど、はい、まあ、斉藤コーチのさ、ピッチングコーチの斉藤が柳田のとこ行って、うん、もうなんか抱きしめるような勢いで喜んでんだよ、うん、だから大関にね、大関がずっと援護点に恵まれないとか、うん、そういうことで、まあこの日は悪かったんだけど、やっぱと勝ち投手の権利をね与えるために柳田がホームランを打ってくれた、うん、だからそれを斉藤コーチがね喜んでる姿がね、うん、非常に印象的だったわ。なるほど、うんうん、でその後勝ち越してからは、その後津森が7回、はい、まあ、8回モイレロ、うん、三者三振、はい、オスナ三者三振、はい、前に8回9回前に飛んでないんだもん。三振三振で終わりましたね。そう、うん、だからまあすごいピッチャーが後ろにいるなと思ってさ、うん、まあ、見てたけど、はい、まあ、圧巻だったねこの2人は、うん、でこの試合で、まあ、マルティネスがホームラン、うん、万波のタイムリーがあったんだけども、うん、負けてしまったというね、うん、まあ、もったいないゲームだったな。このミスもあったし、うんうん、そうですね、まあ、でもソフトバンクの方はさすがだなというね、うん、まあ、役者が揃ってるという、まあ、それを感じさせたゲームだったね1戦目は。はい、で2戦目、はい、1対2、うん、ソフトバンクが勝つ。ハンソンのホームランで先制するけどもさ、うん、2回栗原の2ランホームランで、まあ、勝ち越す、うん、
それで逃げ切ると、うん、まあこの日はね日本ハム打線3安打ということで ね、まあ、ちょっとつながりも、まあ、元気もなかったんだけども、うん、この試合で勝ったのは和田、はい、4勝目ベテラン和田投手、そう NPP、うん、通算2000投球回を達成したという、まあ、そういう記録の時に、うん、まあ、勝ち投手になるというね。で逆に日本ハムの噂は、はい、通算1000投球回を達成したという、ね、まだ2000までにあと1000あるという倍、2倍ですね、ちょっとね途方もない数字かもわからないけども、ね、うん、いや噂もねよく投げてたんだよ、うん、あのツーランだけで、あだけど和田も良かったねこの日は、うん、うん、まあこの日はっていうか大体和田は安定してるんだけどもね、はい、あだからまあこの日もやっぱりモイネロとかオスナとか、うん、やっぱ7回まで6回までしか攻撃ないね、そう考えといた方がいいっていうことですかね、うん、だからもうその系統に入って7回からだったらそれは点取るのはしんどいわ、つもりモイネロオスナというね、うん、だからまあ2対1というね、うん、まあ、もったいないゲームを落として、まあ、3連敗、はい、この日でね、はい、日本ハムはね、うん、いい野球をやってただけにちょっともったいない、うん、もったいないというか惜しい試合が続くよね、うん、なんかね本当あこれはっていうのよりはあ惜しいなっていうような内容になってますかね、はいはい、で3戦目、はい、加藤ガンケル、うん、5対1で日本ハム勝ちました、はい、ね、エース加藤が連敗を止める、うん、ね、3回に万波がツーランホームラン、はい、マンちゃんやるねマンちゃんがさこうやってやるんだよ、うん、こうやってカメラの方向いて、あの構えた時ですよね、そうそうそう、ちょっと一回ウィンクしてっていうふうにお願いしといたんだけどだけどいやだから止めた、お前集中してんだからそんなこと考えないで打席に集中しろまあ遊び心で言ったんだけどさ、うん、いや今度機会があったらやりますよとか言ってくれて、いや本当にね なんかすごくまっすぐじっと見る瞬間が必ずありますね、うんうん、あれはね整体するためなんだって肩をこうね、なるほど、それは何かを目印にして、そう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 、見てる目線がちょうど、だからエスコンではカメラが真正面にあるんですね、多分そうなんでしょうね、だからたまたま、そう、そういうことになるんだけど、もう万波選手のファンはたまらない瞬間ですよね、そうだな、うん、まあ、で5回にマルティネスがツーランホームランね、はい、やっぱりね、加藤が6回、はい、95球5安打、うん、1失点と抑えて、まあ、四球が1という、はい、まあ、やっぱり無駄なことをしないね、うん、はい、まあ、その後ロドリゲス、はい、宮西、はい、玉井が無失点リレーという、うん、やっぱね投手力が上がってきてるんだよね日本ハムもね、中継ぎになったらなかなか点を与えてないんだよ、はい、だから非常に頼もしくなってるよね、うん、でソフトバンクの方は、まあ、ホームランで、ね、勝ったりとかいろいろしてきたんだけども、はい、ちょっと打線のつながりがねやっぱ繋がなきゃいけない時はちょっと弱いなっていうね、うんうん、加藤なんか低め低めに丁寧に投げてるしやっぱコントロールがいいから、うん、なかなかホームランっていうのは打てないんだけど、うん、まあ、その時には繋ぐ時に繋げないんだよね、なかなかね、うん、まあ1、2戦もホームランなどで勝ってるけどもまあ加藤には通用しなかったというね、なるほど、まあ、さすがだよ加藤もね、うん、で加藤に聞いたの、なんでお前コントロールいいのって、うん、そしたらいやコントロールがいいわけじゃないってフォアボールを出したくないだけだって、うん、それは初球の入り方は気をつけますと、うん、ね、だけどボールから入ろうなんていうのは思ってないし、うん、とにかくストライクで打たれたらしょうがないと、うん、ただホームランだけはダメだけど低めに投げておけばいいと、うん、そしたらなんとかなりますって、もうほんとねシンプルだよ、うん、で監督と話した時あるんだって、うんうん、やっぱフォアボールだけはやめようよって、うん、もうそれからだってああ開き直ってフォアボール出さなかったらいいんだろうみたいな、うん、だけどそれがコントロールがいいということの一つじゃないですか、まあ、それもそうだけどね、うん、まあ、それもそうだけど、はい、やっぱ考え方で全然変わったっていう、ね、うん、なるほどね、うん、まあじゃあそこだけを注意して投げてる結果っていうことですか、そうそうそう、うん、でこの日、うん、加藤豪介もう一人のね、はい、加藤選手は、ね、ルーキーの、はいはい、アメリカ生まれの、そうそう、はい、でね日本でデビュー、はい、今日はね、ようやくねちょっと、はい、調整怪我でねちょっと調整してたっていうので遅れましたが、はい、で初ヒット持った、はい、3打数1安打、うん、まあ、出塁が2回あって、うん、そのうち得点が1という、ね、まあ、チームに貢献したというね、はい、はい、ちょっと、まあ、ううねほっと
しましたかね。まあそりゃそうだね。ねまあ早く出たかったと思うしね。うん、はい。ということで、はい、まあソフトバンクが勝ち越したというね。はい。はい、試合でした。まあ、はい、日本ハムは連敗を止めたという3でね、うんうん。オリックス対楽天。はい。ね、1試合目山下俊平太。はい。あ、オリックスの方は山下と田島。うん、はい。で楽天の方は田中マー君対早川、はい、ね、いい勝負になるだろうなと思ったら、うん、試合目8対0、ねね、オリックス山下俊平太、うん、7回104球2安打、うん、無失点、はい、負けなしの4勝ということでね、はい、で前回は若月と多分組んだと思うんだけど、うん、今回森が戻ってきてるんで、うんうん、森とのコンビだったんだよ、はい、でずっと森とのコンビだったんだけど、うん、やっぱ森はうまいね。やっぱね相手のバッターの心理をよく掴んでる、うん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 、だからもうカーブを4球とか5球続けるケースもあるしさ、うん、で変化球の使い方がやっぱ抜群にうまいね、うんうん、で若月はどういうリードするかというと、はい、山下俊平太のまっすぐを勝負させに行くんだよね、うんうんうん、だけどやっぱ狙ってるとさあのやっぱこう球数も増えるし、うん、バットに当たるしね、はいはい、だから空振りも取れるんだけど、うん、やっぱ狙ってたボールっていうのはプロはなかなか空振りしてくれないからさ、うん、だからそういうところで球数が増えていくんだけども、うん、森はねやっぱそこら辺をかわしていくわ、うん、まあ、どうせまっすぐ狙ってるからカーブでカウント整えるよとか、うん、まあ、そういうことはやっぱ森はね柔軟にできるね、うん、だから非常にいいリードするね山下俊平太に。なるほど、はいはい、でこの試合は頓宮の2点タイムリー、うん、ね、まあ、昇格してすぐ、野口を使うんだよね、はい、で2安打1打点、うん、まあ、打線がすごくつながり、はい、ホームランなしでの8点を取るというね、うん、あ、だからやっぱこう一体感をすごく感じる、うん、でマー君、うん、4回83球10安打7失点という。どうしたマー君っていうね、え、四死球も一つずつで2つありましたし、うん、ねえ、ちょっと、うん、だからやっぱり楽天が勝てないという ね、 ねえ、楽天はこの日は2安打ということでね。そうなんだ、まあ、2安打じゃ勝てないけどね、なかなかね難しいですよね、うん、はい、まあ、ただ山下俊平だってなかなか打てないからさ、うん、あ、だからまあいいピッチャーだなやっぱりなはい、ということで、はい、2試合目、はい、田島対早川ね、うん、6対5、はい、ね、もうそこまで勝ってたんだ楽天は。そうですね、で早川が7回118球6安打、うんうん、まあ、2失点という好投だよね、うん、で勝利投手の権利を持って、はい、マウンドを降りて、うん、まあ、戦況を見つめるんだけどもさ、うん、まあ、早川もランナーを出しながら だったんだけど、うん、まあ、要所をしっかり締めてね、あ、やっぱさすがだなと思いながら見てたんだけど、うん、8回9回で4失点をリリーフ陣が許すというね、うん、9回さよならで負けてしまいました。逆転さよならだからね、うん、でオリックスの方は8回に中川が6号ツーラン、はい、ね、うん、それで1点差に迫られ、うん、9回には紅林が松江裕樹から2号ツーランホームラン、うん、逆転さよならというね、ね、うん、ただ紅林の前のランナーが三塁手のエラーで出てんだよね、うんうん、だから失点絡みの、まあ、さよなら逆転ツーランホームランということだったんだけどもさ、はい、やっぱ諦めない姿っていうのがオリックスにあるし、うん、まあ、どこのチームは諦めてるわけではないけども、やっぱつながりとか、うん、ここで打たないと変えられるとか、うん、だから紅林のヒーローインタビューで印象的だったのが、はい、本当だったら変えられるところだったって、うん、でもあ打席に立たせてくれるんだと思って、もう思い切り行くしかないと思って打ったという、うん、ね、だからその無言のなんていうのメッセージが監督からあるというね。なるほど、まあ、そんな感じがしたよね、うんうん、それでやっぱりオリックス強いなっていうね、うん、ホームランなしでの8点を取るとかさ、はい、ね、土壇場、ね、3点差あったのがツーランでひっくり返すとか ね、うん、だからやっぱ強いなっていうふうに思うよね、うんうん、はい、楽天頑張れと、うん、で最後ロッテ対、西武、はい、ね、
11対1、うん、1試合でしたけどね、はい、小島に舞い、うん、これは投手戦になると思ったのよ、うん、いやだけどいいですか今から言いますよ、うん、安田2本のスリーランホームラン、はい、1回と3回で、はい、田村が3年ぶりのホームラン、うん、2回に出ると、うん、で池田が2号ホームラン、はい、ポランコ4号ホームラン、うん、これ珍しいよねロッテがこんなにホームラン打つっていうのがねもうなんかロッテということでなくてもこう5本ホームラン出るっていうのは珍しい、まあ、珍しいよね、ですよね。で特にやっぱロッテっていうのはさ、うん、まあ誰がホームラン打つのっていうようなそんな感じがしてたんだけどさ、うん、やっぱこうね今井だから相手が、ね、で今井も球速かったんだけどね、うん、でも2回に8失点ねもう一気にもう初回から潰しにかかったというね、うん、で3回で8失点ですね3回で8失点ね、うんはい、で小島、はい、メルセデス、うん、この2人っていうのは先発投手だよね、うん、この2人のリレーで勝ち切るというね、うんあまあ、小島は6回94球1失点、はい、メルセデス3回無失点と、ね、両投手が好投、うんね、ブルペンを休ませるというね、うん、なんかまたこうロッテのピッチャー陣が、うん、今日と明日も試合ないんだよね、うん、だから休めるんだよ、ね、だからちょっと回復してくるかなっていうように、うん、ね、うん、思うよね、はい、で西武の方は平沼と牧野が頑張るけども、うんまあ、4回までの9失点で、まあ、元気なく見えるわなこれ、うんね、いや西武ちょっと頑張らないとズルズルいっちゃうよっていうようなねえこの日ねそうヒットは7本打ってるんですけどやっぱ手につながらないというところですかね、うん、そうそうそう、うん、ただやっぱこう安田の2本のホームランっていうのはやっぱ効いたね、うんまあ、1本目膝元に曲がってくるスライダー、うん、で、まあ、それを完璧に引っ張って次は外のボール、うん、高めまっすぐをレフトに入れたけどもさ、うんまあ、見事だったね、うんまあ、それとねポランコはね状態が良くなってきたでこの試合で4番に使ったんだけども、はい、そのやっぱロッテの4番っていうのは、うん、まあいろんな人が打ってんだけど、うん、やっぱポランコっていうああいう長距離砲がさ、はい、軸となって座れるとやっぱ非常に心強くなるよね、うん、で率とすれば1割6分8厘ぐらいしか打ってないんだけどもあ、そうですね、うん、まあだけどなんか調子が上がってきてるよ、うんうん、だから今後に期待だねなるほど4番に座ってきて軸ができると、うん、ロッテ打線っていうのはこうつなぎはできるからさ、はい、非常にこう点が取れるより点が取れるような打線になってくるかなというふうには感じた、うんうん、なるほどはい、はい、ということで、うん、ヒーローの存在感はいねいいですかはいまあやっぱり柳田とか、うん、栗原はい、このホームランとか、うん、モイネロ・オスナ、うん、圧倒的な力とか、まあ、日本ハムの方はやっぱさすがの加藤とか、うん、まあ噂もね、似てんだけど、負け投手になったけども、うん、やっぱ存在感示すし、はいま、万波も良かったよね、うん、マルチネスと、はい。オリックスの方は、まあ、一体感があったけども、やっぱこう8回、9回で4点取った中川と紅林とか、うんね、で山下俊平太、はい、で残念ながら、楽天の方はあんまり存在感がもう消えてしまうぐらいの、まあ、悲惨な負け方をしてしまう、うんね、でロッテの方はなんかみんながねアピールをしてるという本当ですね、うん、そんな感じがしたよね、うん、だからヒーローの存在感っていうのはやっぱでかいなっていうなるほどやっぱ流れも変えるし雰囲気も変えるという特にこの3連戦ではそういったことが目立ちましたかね、まあ、そうだね、うんうんうん、はい、はい、で明日から、はい交流戦最後のカード交流戦前最後の前そう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 まあなんといっても阪神巨人だなやっぱ状態がいい阪神と、うん、やっぱ状態を上げてきた巨人そうですよねこれがやっぱ交流戦前にどんな戦い方を見せてくれるか、うん、まあこれがやっぱこうちょっと楽しみだね、うんはい、あとは DeNA とちょっと中日は上がるきっかけがつかんでるっていう、はいはい、ところもちょっと DeNA は油断大敵かなというところですか、まあ、そうだねでちょっと打線が少し落ち気味だからねそこに中日の投手陣ということですよね、うん、そうだね、うんうん、パ・リーグはパ・リーグは楽天日本ハム、はい、西武オリックス、はい
はい、そしてソフトバンクロッテ、ソフトバンクロッテだな。やっぱ気持ちよく交流戦に入りたいからね。うん、まあまあ楽しみなカードが続くけども、はい、ね、まあこれからも頑張ってください。はい。はい。